フェリックス・イ・ジェルジンスキー衛兵連隊とは、ドイツ民主共和国の国家保安省が保有した準軍事組織である。ソビエト連邦の秘密警察チェーカーの創設者、フェリックス・ジェルジンスキーにちなんで命名された。シュタージのうちで唯一公にされていた組織であり、東ドイツ国民にとっては抑圧の象徴であった。 1967年12月15日、エーリッヒ・ミールケが連隊に、フェリックス・エドムンドビチ・ジェルジンスキーの名を捧げたことを、記念する越平式新たな連隊機を機種に与える。ミールケ1951年初頭、ベルリンにおいて、国家保安省英兵大隊が組織される。大隊は1953年6月17日の、東ベルリン暴動の鎮圧にも参加した。 1954年11月頃には国家保安省の軍事部門たる衛兵連隊となる。司令部はベルリンのアドラーンスホーフに設置されていた。1961年にはベルリンの壁の建設にも関与した。1967年には衛兵連隊にフェリックス・ジェルジンスキーの名が冠された。 1980年代半ばからは、エーリッヒミールケ国家保安省及び、大臣作業部会の直轄に置かれた。最末期の1989年には1万1000人以上の兵力を要するに至ったが、1990年のドイツ再統一に伴って解散した。衛兵連隊の兵員は次のように推移した。連隊と呼称されていたものの、実際には早い段階で、 一般的な連隊の規模を大きく上回っており、1980年には、師団相当の規模まで拡大していた。連隊は、ベルリンに駐屯し、政府官庁舎及び等施設、また、党幹部の居住区域である、バンドリッツ地区を護衛することを任務とした。その他、東部では小規模な経営保安部隊もこの任務を、担っていた。経営保安部隊は、 国家保安省地方支部がそれぞれ編成を行った。衛兵連隊はまた、公秩序及び、党政府の保護防衛以外に、軍事的な予備戦力という側面も持っていた。主に次のような任務が課せられていた。少なくとも1987年以降には、第13及び第14議場兵中隊、防護守備中隊といった、下級部隊が知られていた。また、これらの中隊は、 アドラースホーフの遠平合軍5000号の警備を行っていたとされる。隊員は職業軍人と徴用兵で構成された。階級等の制度はいずれも地上軍に習ったものだった。フェリックス・ジェルジンスキー衛兵連隊は他の衛兵連隊と異なり、軍ではなく、シュタージに所属していたため、警察部隊の一種とみなされており、西ドイツ側との合意に基づき軍の中屯が、 禁止されていたアドラースホーフにも配置することができた。1980年から1989年まで、連隊は次のような司令部に分割されていた。地名は、駐屯地である。1989年1月中旬までに、国家保安省が編成していた、軍事部門の広報支援部の一部、すなわち郵便監督局、第六局。 大臣府特別作業部会に召集可能なものとして報告された。国家保安省によって事前に選抜されていることは、長母司令部に報告されていたが、新兵には伝えられなかった。才能ある新兵は、長母から6ヶ月以内に、貸し館学校へ入校した。貸し館候補生は、教育期間である10ヶ月から12ヶ月間を、ご長として過ごした後、軍曹として、 分隊長に任命される。大抵の場合、3年間の兵器で、最も昇進した場合は、総長となり、このうち、特務総長に任命された者が、副小隊長及び小隊長の任についた。特務総長はしばしば千人歌手官や士官候補生、などの属称で呼ばれた。また、一般に、特務総長は、遺憾の一種とみなされた。衛兵連隊では、 予備役制度を採用しておらず、一度兵役を終えた隊員は、その後招集されることはなかった。ただし、一握りの隊員は、兵役後に国家保安省のエージェントとして採用された。年に、最低一回は、衛兵連隊全部隊を挙げての演習が実施された。時には、核戦争を想定した演習も行われた。トイピッツ管区では、 アフリカ諸国などの社会主義国家に感染部官として商工団を派遣している。例えば、マンフレート・デーリング将軍による88、89号命令は、アフガンで戦うソ連軍のもとへ、感染部官として6週間従軍する旨を定めたものだった。除隊の日には、アドラースホーフにて、向かいにある、ドイツ民主共和国テレビの施設のフェンスに、 ロッカーの南京錠をかけて、装飾するという伝統があった。これらの鍵は、毎年同じ時期に司令ぶつけ勤務員、顧問団テンディエヌッシュド。KD 憲兵に、相当によって除去された。旧、第二本部ビルで見つかった、漆喰壁、第一司令部が管轄する、アドラース法府管区は、ヨハニス・タール飛行場に設置されていた。第一司令部には、 三謀部なども設置されており、駐屯地には越平城や交渉といった軍事施設だけではなく、映画館やプールといった娯楽施設、総合病院や郵便局などが設置されていた。統一後、ほとんどすべての施設が破壊された。現在は、ハンス・シュミット大通りがその上を通り、トレプトーケーペニック区長者や各種企業、音楽学校などが建てられている。区長者は、 参謀部などが設置されていた第二本部ビルを流用していたが、2010年の修復工事中に、衛兵連隊の名が記された、漆喰壁が見つかり、記念碑として保護下に置かれた。第二司令部が管轄するエルクナー管区では、バンドリッツ地区、最高裁判所、共和国宮殿、社会主義統一等中央委員会ビルなどを、主な警備対象とした。 1980年代半ば以降には、第4司令部の参謀部もエルクナーに設置され、第4司令部の部隊は、プレンデント・ビーゼンタールに配置された。第3司令部が管轄する、プレンデン管区では、駐屯地の他に遠平合軍の一部と、国家保安省交換及び、等、政府交換専用の防空壕が設置されていた。第四司令部が管轄するトイピッツ管区には大規模な、 訓練施設が設置されており、実弾射撃場や、紫外線訓練施設、衛兵連隊士官学校などが設置されていた。また、軍用車両の訓練施設では、一部が民間向けの自動車教習所として使用されていた。リハルト・ゾルゲを記念するレリーフの脇で保証に立つ、衛兵連隊の隊員総で将衛兵連隊の、エリショと、地上軍左官のエリ衛兵連隊では、 陛下士官も含めて、地上軍の昇降用制服と同様の高品質な生地で仕立てられた制服を着用した。エリ賞も地上軍左官と同型で、ドッペルリッツェン部のモール飾りなどの陛下色は丸んである。左袖には、旧神衛隊と同型式の袖章が縫い付けられており、ワッハ RGTFJ サインスキーの刺繍が入っている。一般部隊の兵士は、 次のような衣類を支給された。いずれも地上軍や国境警備隊とほぼ同型のものである。また第四司令部では、教官として労働者階級戦闘団に、歌士官及び士官を派遣していた。彼らは衛兵連隊の所属であることを隠すため、工兵、または自動車加狙撃兵の階級小突を縫い付けた、地上軍の制服を着用していた。 衛兵連隊では次のような柿、装甲車両を主に使用した。また、大規模な訓練施設を備えていた第三司令部では、それ以外にも特殊な装備を有する大隊が配置されていた。この大隊の内訳は、SPG-9 を有する対戦車無反動砲中隊が1個、第31自動車加速撃兵中隊から抽出された重機関銃小隊が2個。 ドラグノフ狙撃銃を配備された、狙撃小隊が1個、QK32 携帯降射ミサイル中隊が1個であった。1982年までは、砲兵大隊も設置されており、D-20152mm 榴弾砲を有していた。その他、第三司令部では、D-44-85mm ヤー砲、82mm。 および 120mm 榴弾砲などを保有し、訓練を行っていた。防護守備中隊では重傷を折りたたみ式のピアックスマイナス74系が装備されていた。また少なくとも1970年代には、迫撃砲中隊が編成され、一個大隊は、アックスマイナス 74U などの短縮型 AK で、武装した。第28および、 第29自動車化狙撃兵士団及び、第10自動車化狙撃兵大隊,隊の衛兵中隊では、しばしばカーズ小銃とサーベルの組み合わせが見られた。第1司令物付偵察隊では、チェコ製の VZ61 短期艦銃を使用していた。大規模な警備活動では、人民警察と同様の警棒や盾なども使用された。隊員の輸送には、主に W50 あるいは、 ウラル -375D といった国家人民軍と同様のトラックが使用された。しかしナンバープレートは人民警察に習ったもので数字の前に必ず VP の文字が含まれた。警備活動の際にはイカルスバスも使用された。ありがとうございます。